ジャン・クリストフロマンドラン前回の続きからです夕方クリストフはピアノについて演奏したなるべく物音に煩わされないように家の一番上の狭い屋根裏の部屋にこもっていた ローザは下からそれを聞いて感動した彼女は少しも教養のない粗悪な趣味を持ってはいたが音楽を好んでいた彼女は母がそばにいる間は部屋の片隅にとどまって仕事の上にかがみ込みそれに夢中になっているらしかったしかし彼女の魂は 上から響いてくる音律に引きつけられていった幸いにもアマリアが近所に用があって出かけるとローザはすぐに飛び上がり仕事を投げ捨て心を躍らせながら屋根裏の入り口まで上がっていった息を凝らして扉に耳をあてがったそのままじっとしていたがついにアマリアが戻ってきた 彼女は音を立てまと用心しながらつま先立って降りていったしかし極めて不器用だったしいつも急いでいたので階段から転げ落ちそうになることがたびたびだったそれからある時は体を前方に突き出し頬を錠前にくっつけて耳を傾けていると平均を取り失って額を扉にぶつけた 彼女は非常に慌てて息を切らしたピアノの音はピタリと止まった彼女は逃げ出すだけの力もなかったようやく立ち上がると扉が開いたクリストフは彼女の姿を見土器を含んだ一別を投げてそれから何とも言わずに荒々しくそばを離れ 怒って降りてゆき外に飛び出した食事の時になって戻ってきたが許しを願っている彼女の悲しい目つきには何らの注意も払わずあたかも彼女がそこにいないかのような封をしたそして数週間彼は全く演奏をやめたローザは人知れずしきりに涙を流した 誰もそれに気づかなかなった。誰も彼女に注意を向けていなかった彼女は熱心に神に祈った何のためにそれは彼女にもよく分からなかったただ自分の悲しみを打ち明けたかった彼女はクリストフに嫌われていると信じていた それでもやはり彼女は希望をつないでいたクリストフが多少の同情を示す様子を見せてやり彼女の言葉に耳を傾ける封をしてやりいつもより少し親しく握手してやったらそれで十分だったのであるがしかるに家の者らの不謹慎な数語を聞くと彼女はあられもない方面へ 想像を走らせてしまった家中の者は皆クリストフに同情を寄せていた真面目で孤独で自分の義務に対して立派な考えを抱いている16歳の偉い少年は皆に一種の尊敬の念を起こさせた彼の発作的な不機嫌や必要な沈黙や陰気な様子や 乱暴な振る舞いなどはこのような家にあっては少しも人を驚かすものではなかったまた彼が夕方いく時間もぼんやりして屋根部屋の窓際にもたれ中庭を覗き込み夜になるまでじっとしていても芸術家というものは皆野良ラものららだと考えているフォーゲル夫人でさえ思う存分に攻撃的なやり方では それを彼に咎めえなかった。なぜなら彼がその他の時間は稽古を授けるのに身を疲らしていることを彼女はよく知っていたからそして誰も口には言わないが誰も皆知っているあるひそかな考えから彼女は彼を皆もそうだったがいたわっていた。 ローザはクリストフと話している時に親たちが目を見合わしたり意味ありげなささやきを交わしたりするのに気がついた。はじめ彼女はそれに気を止めなかった。それから気にかかって心惹かれた。彼らの言っていることが知りたくてたまらなかった。しかしあえて尋ねることもしかねた。 ある夕方彼女は洗濯物を乾かすため木の間に張ってあるつをとくために岩の腰掛けに上がっていたがクリストフの肩につかまって地面に飛び降りようとしたちょうどその時彼女の目は祖父と父との目に出会った彼らは家の壁に背中をつけてパイプをふかしながら腰掛けていた。 彼らは互いに目くばせをし合った。そしてユスツス・オイレルはフォーゲルに言った。見合いの夫婦になるだろう。ところが娘が聞いているのを認めたフォーゲルに肘で突っつかれたので、彼はかなり遠くまで聞こえるように大声で、ヘムヘムと言ってごく巧みに、と少なくとも彼は考えたが、 前の言葉をごまししてしまったクリストフは背を向けていたから何にも気づかなかったしかしローザは心が転倒して飛び降りかかっているのを忘れ足をくじいたもしクリストフが相変わらずの不器用さを小声で罵りながらも捕まえてやらなかったら彼女は転んでいたかもしれなかった 彼女はひどく足を痛めたが少しもそんな様子は見せずほとんどそれを気にもせず今聞いたことばかりを考えていった彼女は自分の部屋へ逃げていった一歩を運ぶのも苦しかったが人に気づかれ前いとして気を張り詰めた彼女は嬉しい胸騒ぎに乱されていった 寝床のそばの椅子に身を落として布団の中に顔を隠した。顔は燃えるようだった。目には涙を浮かべながら笑っていた。恥ずかしかった。穴にでも入りたかった。考えを求めることができなかった。こめかみがピンピンしてくるぶしが激しく痛み。 し発熱しているような状態だったぼんやり外の物音を聞き大台で遊んでいる子どもの叫び声を聞いていたそして祖母の言葉がまだ耳に響いていた彼女は低く笑い真っ赤になり顔を布団に埋め祈り感謝し欲求し気遣い恋していた 彼女は母に呼ばれた。立ち上がろうとした。一歩踏み出すと耐え難い苦痛を感じて、そっと押しそうだった。めまいがしていた。死ぬのではないかと思った。死んでしまいたかった。と同時に全身の力を上げていきたく、前途に見えている幸福のために生きたかった。 ついに母がやってきた。やがて家中の者が心通しだした彼女は例の通り叱られ包帯をされ寝かされ肉体の苦痛と内心の喜びとに浮かされて呆然となった楽しき夜その懐かしい一夜の些細な思い出まで皆彼女には清められたものとなった 彼女はクリストフのことを考えてはいなかった何を考えているか自ら知らなかった幸福であったクリストフはその出来事に多少責任があると思ったので翌日容体を訪ねに来たそして初めて優しい様子を彼女にしました 彼女はしみじみとそれを感謝し、けがをありがたがった。生涯そんな喜びが得られるなら、生涯苦しんでもいいと思った。彼女は身動きもしないで数日間寝ていなければならなかった。その間、祖父の言葉を繰り返し、それを考え回して過ごした。なぜなら疑問が出てきたから。 「になるだろう」と祖父は言ったのかしら。「になれるだろうが」と言ったのかしら。あるいはまたそんなことは何にも言わなかったのかもしれない。いや祖父は確かに言った。彼女はそれに確信があった。では彼らは彼女が醜いことをクリストフが彼女に我慢しかねていることを知らなかったのか。 しかし希望をかけるのは嬉しいことだったおそらく自分が思い違いしたんだろう自分で思っているほど醜くはないんだろうと彼女は信ずるに至った彼女は椅子の上に身を起こして正面にかかっている鏡を見てみたもうどう考えていいかわからなかった 要するに祖父と父とは彼女よりも優れた批判者だった。自分のことは自分で批判できないものだ。ああ、もしそうだったら、もしかして、自分でも気がつかずに、もしきれいだったとしたら、またおそらくクリストフのそっけない感情を誇張して考えているのかもしれなかった。だがもちろんその冷淡な少年は、 次編の翌日、同情の様子を彼女に示したあとは、もはや彼女のことを気にかけなかった。容体を見に行くことも忘れた。しかし、ローザは彼を許してやった。彼はいろいろなことに忙しいのだ。どうしてこちらのことを考えられよう。芸術家を他の人々と同じように。 違反してはいいけけないのだ。けれども彼女はいかに諦めても彼がそばを通りかかると心を踊らしながら同情の言葉を待たずにはいられなかったただ一言ただ一別その他のことは想像でこしらえ出せるのだった恋のはじめは ごくわずかな養分をしか必要としない互いに顔を合わせ互いにすれ違うだけで十分であるそういう頃にはほとんど一人で恋愛を作り出すに足りるほどの空想力が魂から流れ出す些細なことで魂は恍惚の胸に入ってゆく。 後にそういう恍惚さを魂がほとんど見いだせなくなるのは次第に満足してゆきついに欲求の対象を所有してゆくに従ってますます要求深くなる時のことである誰も全く気づかなかったがローザはいろんなもので自らこしらえ上げたロマンスの中にばかり生きていたクリストフは人知れず 彼女を愛しているけれどあえてそれを打ち明けないでいるそれは気恥ずかしいからでありあるいはまたこの感傷的なバカ娘の想像に気に入るようなある小説的な架空的なバカげた理由からであるそういうことについて彼女は全く口頭無形な尽きない話を作り出していった。 バカな作り話だとは自分でも知っていたがしかしそう認めたくなかった幾日もの間仕事の上にかがみ込みながら自ら自分を騙かしては喜んでいたそのためにしゃべることを忘れてしまった彼女の言葉の波は彼女のうちに沈んでしまって あたかも川が突然地面の下に流れ込んだようなものだったしかしその補いはついていた無言の話の会話の何という端的だったろう時としては書物を読む時その文字の意味を理解するために一音一音口の中で言ってみなければ承知しない人のように 彼女の唇の動くのが見えることもあった。